さて、皆様ごきげんよう。メイドのアンジェリーナと申します。さてさて、じゃあ今日はね、レッドデッドオンラインを遊んでいくというところですけど、まずはね、開始遅くなり申し訳ありません。ちょっとね、私のお使いの方でね、手間取っちゃいまして。ね、皆さんお待たせして申し訳ありません。もうね、お使いの方は終わりましたから。じゃあ、今日はね、これ改めてレッドデッドオンライン始めていきましょう。まあね、やっぱりちょっとこのゲームね、ゲーム自体がちょっとすごく重たいですから。配信はね、相変わらずこれな形でやってきますけど、音大丈夫ですかね。さて、じゃあね、キャラクター作っていきましょう。男性か女性かということで。まずはね、女性で。そうだ、ご挨拶まだでしたね。シンゴさん、ラファールさん、黒色の亀さん、ジュンジュンさん、ギャビンさん。ジュラさん、ウラジーミル、レニンさん。それに、リョーチさん、ごきげんよう。来てくださりありがとうございます。アルフィンヤさんもごきげんよう。来てくださりありがとうございます。でね、名前はアンジェリーナということで、外見。すべてランダムとかで決めることもできますけど。これは、遺伝的な特徴ですね。どんな顔にするかというところですけど、なんかね、あんまり私こういうキャラの、キャラクターメイクって得意じゃなくて、あんまりね、なんかこういい感じにするの得意じゃないんですけど、まあ、頑張ってやっていきましょう。年齢はね、もうちょっと若い方がいいな。20代半ばぐらいがいいかな。透明、アスリート。ね、平均。まあ、細めにしようかな。目の色は私と同じにしたいので、青系ですね。深い青にするか、まあ、これくらいかな。うんうん、そうなんですよね。まあ海外のゲームですからね、そんなにね、アニメ的な美的な顔っていうのはなかなか難しいですけど、まあまあまあ頑張っていきましょう。バランスで言うと幅広の花ぐらいのが合うのかな。まあ普通の花でいいでしょう。まあここは普通でいいかな。お耳は。そうですね、小さい、まあバランス考えたら普通か小さいかですよね。普通くらいがいいかな。八
れた方法ぐらいのがバランスはいいんですけどね。まあ、あんまりやつれてるのもね、なんかちょっと嫌なんで、普通にしましょうか。歯は、健康な歯にしておきましょう。髪型は、ボンパドール、ドロップカールシニオン。串で溶いたレイヤー。ツインテール。ルーズな三つ編みは、後ろで縛ってるんですね。これくらいにしとこうかな。銀髪というと、明るい白、まあこれくらいのがいいかな。そうそう、おばちゃんに見える。まあどうしてもね、見えちゃいますよね。ここが赤ら顔なのでね。顔の質感かな？あんまり二つ目は印象にないというか、あんまり影響受けないみたいなんでいいでしょう。あんまり変わる気しないだ。目元が、目が充血しますね。ちゃんと寝れてることにしましょう。あんまりなんかね、変わってるような印象が。いく。あんまり変わってる感じしないですよね、これね。これくらいにしとこうかな。アイシャドウはなしでいいでしょう。これくらいかな。よいしょ。目がなんかね、ちょっと強い感じの目なんでね、ここ直すことができればいいんですけど、ベースになる遺伝体質で変えることできるかな。まあ、こうするとちょっとね、東洋人っぽくはなるかな。目が結構厳しいんですけど、あんまり他にいい感じの顔がないということで、年齢もちょっと若くしたら、あまり変わんないですね。結構なんか気が強い感じになっちゃってますよね。ちょっとね、優しい感じにしたいんですけど、難しいかな。
口の顔をベースにした方がまだちょっと、あれかな、優しげな感じの顔にはなるかな。まだちょっとね、なんか比較的さっきよりかは厳しい顔じゃなくなりましたね。どうあがいてもおばちゃんは まあしょうがないですね。まあ、いっそのことね、無理にね、私に近づけないで、好みのね、外見とかにしちゃうのも手なんですけどね。で、全体的に健康的という感じにはしたんですけど、髪こうやって短くしたら少しおばさん感は抜けるかな。こっちの方がまだなんか若い感じになりましたかね。髪型がダメですよね。こっちの方がまだちょっとだけマシになったかな。まあ、こんなところでいいでしょう。あんまりね。鮮明にして音低めに。渋谷はね、馬を呼ぶときに使うんで。あとは、何を重視するかという、まあ、個性のところで。やっぱり最初はちょっとね、やられやすいんで、私はライフが高い方が、ライフスタミナを1個ずつにしましょうか。やっぱりなんかこう、やっぱりちょっと肩着感がないんですよ。まあでもなんか割とこの写真で見ると美人な感じになったんじゃないかな。そしたらね、イントロをプレイするということで。よしよし。じゃあ、これで始めていくんで。まあ、ちょっとこの後ね、ゲームやりながらね、ゲームの音の調整とかしていくんで、よければ教えてくださいね。数ヶ月後、シシカ刑務所女子連。まあ、声の大きさは大体こんなものかなって気がしますけど。あんまりね、キャラメイク、やっぱりね、そこまでこう、レッド・デッド・リデンプションは詳細に設定できるわけじゃないので、テンプレートの組み合わせでやるしかないので、あんまりこだわりすぎてもね。そう、主人公はね、捕まってるところから始まるんで、まあね、現在囚人ということで。レッドデッドオンライン。もうちょっと BGM 大きい方が良さそうかな。
You lot stay calm in there. We weren't saying nothing. Well, you are now. Shut up.ねえ、あ、外は結構のどかな感じですよね。反教育主義者ね。さてさて。お。Oh, don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. いきなりね、こんな風になんかちょっと誰かがね、あの囚人を襲うところから始まるわけですけど。ジェンキンスとミリケンさん。はい。Very glad to meet you. It's not worth being rash. ここでね、無理に抵抗してもね、殺されるだけですから。お前以外ということで、なんかね、私以外の方は逃げられたと。Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away.Before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. 1人$50と思った、2人で50ドルと思ったら50ドルずつもらえたということでね。この2人にとってはだいぶ幸運なお仕事でしたね。まあ、それはさておいて。でね、見知らぬ人についていきましょう。ちょっとその前にね、オーディオ乗せてしますね。とはいえ、今が最大なんで。まあ、これ以上上げようとしたら、いろいろ設定変えなくちゃいけないんで、まあ今日はいいかな。That's not much of an animal, but I haven't got far to ride. Ready? Wonderful. 痩せこけた馬ということでね、大したこと、まあ、大した馬じゃないんですけど、まあ、今これがね、相場になりますから大切にしていきましょう。でね、この人物なんかホーレイさんということでね。まあ、なんかいろいろね、何があったかを説明してますね。一応主人公はちょっと身に覚えのない殺人の罪で刑務所に捕まって死刑を待っていた状態ということになるらしいですね。ちょっと待ってくださいね。やっぱりちょっとゲームの音があんまりにもちっちゃい感じがして気になるな。そしたらこれで、ちょっと待ってくださいね、今。Hey, come on. Ride with me.
今ちょっとね、少しだけね、音を上げましたんで。お馬さんつないでと。This way. She's anxious to meet you. ね、本当にいつかね、ジョセフィーヌ、まあ今持っている痩せこけた馬はね、まあもともと能力低いですけど、いつかジョセフィーヌのようなね、強い馬手に入れたいですね。What did you tell her? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley.うん、音をちょっと上げたらちょうどよくなったかな。But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men. なんかちょっと眠そうな顔してますね。まあいいでしょう。Can't be sure, but that.Is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. フレパイさん、ごきげんよう。Anyway, 来てくださりありがとうございます。Confusing and melodramatic. そして、ゴイゲンファムさんもごきげんよう。今、キャラメイクが終わってね、ようやく始まったところですよ。私も始めるのが遅かったからね、申し訳ありません。はい、なんかすごい服ですね。とりあえず着替えましょう。あまりにもひどい。面白いですけどね、この服ね。これにしましょうか。あとは、これなんか下着みたいで私ちょっとあんまり好みじゃないんでね。サスペンダーは、手袋はつけられるんですね。じゃあつけさせてもらって、武器用の装備は特に何も持っていない。ズボンは、やっぱりいいですね。オーバーオールはいいかな。これの黒モデルがかっこいいですね。やっぱりこのなんか帽子の浮いてる感面白いですね。いやせめて普通な帽子にしときましょうか。はい。まあ。かっこいいとは言い難いですけど、いいでしょう。最初にね、選べるところはあんまりね、ないですから。That looks more comfortable, Hawley. Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out.And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. さて、じゃあね、主人公もなんかね、飲み物飲んでるんで、私もね、お酒をちょっと飲みましょうかね。shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. やっぱりね、西部劇のゲームをやりながら飲むのはバーボンウイスキーに限りますよね。You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like a mess. なんか本当にね、ちょっとね、滑稽というか、ダサいですよね。早くお金貯めてアーサーみたいにおしゃれな服着れるように頑張りますね。And crook, Mr. Amos Lansing.
ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts. メイド服はさすがにないと思いますけど。まあまあ、どんなね、服着れるかはちょっと楽しみにしておきましょう。Outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. メイド服があればね、今の私が出している写真のようなね。黒い帽子に黒いメイド服とかできるんですけどね。I don't judge. You wanna rob? Rob.You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. 一時はミッションとしてはこのジェシカさんのね、あの旦那様を殺した犯人をね、見つけて始末するのが目的になるようですね。まあそれがオンラインモードのまあストーリーの根幹にあるとして、あとは基本的にね、主人公たちはまあ好きなように活動していいというところで、もしね、あのレッドデッドオンラインやっている方がいましたら、ぜひね一緒に遊んでくださったら嬉しいですね。He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet.And he will help you better than most of his ilk. Crips, get up. Hello, partner. Horley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Crips at your service. このクリップさんがまあいろいろ面倒見てくれる人ということで。Mrs. LeClerc is a generous benefactor. And where are we headed?キャンプ物件、キャンプの場所は、で今はね、多分ここしかないんじゃないかな。グレートプレーンズね。Oh, and, madam, while Crips is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Crips back at your camp. これね、また面白いのが、一応あのストーリーというか、世界観がメインストーリーの、なんか、どれくらい前だったかな、少し前ということでね、あのそれに合わせてね、結構あの何ですか、ストーリーで出てきたキャラクターがね、いろいろ出てきて面白いんですよ。さて、まあここからね、いろいろやること命じられてますけど、まあ好きにね、活動できるということで。馬いましたよね。あの馬の方がね、最低でもこの痩せこけた馬よりは強いので。はい、まあなんかちょうど目の前にいたんで、この馬をね、ちょっと捕まえて乗っていくことにしましょう。やり方はね、まあストーリーで散々やってますから。あ、怒られる怒られる。あんまりミッションから離れすぎるとね、こうなっちゃうんですけど。ギリギリ許してくれたら嬉しいんだけどな。さすがにちょっとゲットするには早いかな。じゃあ、まあ一応手はあるんですよ。よいしょーと。はいっと。どう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 。ね、テネシーボーカー、ちょっとね。
タミナがゼロになっちゃいましたね。ちょっといきなりやるには難しかったかな。諦めて、まあ、とりあえず、ミッションやりましょう。アーサーはどうだったかな？アーサーモーガンは出てこなかった気がするな。どうだろう？ねえ、せっかく黒い馬が浮かんでね、手に入ったらいいなと思ったんですけど、まあまあそう、うまくはいかないですね。そう、最初の最初はちょっとね、贅沢言えないんで、もっと前に人がいますね。まあ別にこれはね、プレイヤーじゃなくて NPC ですけど。まずは確かあれでしたね。あの、なんか、郵便局員に会ってくださいみたいな話でしたよね。中からじゃないとダメかな？ゴールデンさん。You must be a Horley's friend. He's one of us. He said you are also a discouraged creature. Now, I will be honest. I try not to talk too much to women. Well, let's leave that. Alden, that's me. But Horley insisted you was okay. I'm very discouraged, you see. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. Sort of. I find your reticence charming.Real charming. I heard you might want to earn a little extra money. Well, some gentlemen are in our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog, the latest issue.最新のカタログというところでね。最新のカタログということで、まあ、ここのね、載ってるアイテムが手に入りますから、お金さえあればいろいろ買えちゃいますね。最初はまあ銃だとかいろいろ欲しいものいっぱいありますけど、何を買いましょうね。何はともあれ、私がスタミナ今使い切っちゃってるんで、ちょっとね、厳しいんですけど、何かアイテム持ってるかな？見豆がぜいぜいですね。スタミナ。あまり大したもの持ってないですね。食料、そっか、食料くらいは手に入れといた方がいいのかな。ちょっと食料手に入れましょうか。しょ、アライグマ。ね、アライグマの皮を手に入れられましたね。アライグマの爪、毛皮、繊維質の肉ということでね。
まあ大したものではないですけど、少しでもねこうやって食べるもの入手しておけば後でね焼いて食べることできますから、そしたら体力とかねスタミナ回復できますね。まあもっと大物仕留めたって全然いいんですけど、まあ今はいいでしょう。馬の体力がなさすぎる。な、体力というかスタミナ？まったくもうこれだからダバは。あ、シングルアクションアーミーはね持ってますね。キャトルマンリボルバーが今回それに当たりますから、それは初期装備であるんで大丈夫なんですけど、例えばいつもねあのストーリーモードやってる時はね銃結構カスタムして使いやすいようにいじりましたよね。標準上げたりとか、そういったことやったりとかね。そう、もっと精度上げたりとか、あとライフルをね、これ今、一番最初のやつはランカスターリピーターかな、あ、カービンリピーターか。カービンリピーター持ってますけど、ウィンチェスターライフルですから、何だったかな。なんかね、それに当たる武器に変えたりとか、まあ、そんな風にね装備整えていきたいですよね。正直今のこの装備じゃね、とてもじゃないですけど荒ごとなんかできませんから。本当にこれじゃね、せいぜいあの動物ハンティングするのがせいぜいみたいな装備なので、もうちょっとね、マシな装備を手に入れたいですよね。もちろんね、この武器だけじゃなくて、服装ね、私結構服をね、いじるの好きだっていうのが、メインストーリーやってる時のね、配信見てくださってた方ならわかると思いますけど、いろいろその辺いじりたいですし、まあ、あとはね、キャンプいじったりとか、本当にオンラインモード長く遊べるようにいろんなことできるようになってますから、今回からせっかく遊ぶならね、あの、目いっぱいアレンジしてね、こう、立派なね、装備を手に入れられるように頑張りたいですね。前に一遍オンラインモードやった時は、あの、本当にね、ちょっと紹介する程度で、なんか、ちょこっとだけ遊んでね、終わりにしちゃったんで、全然このゲームの面白さ紹介できてなかったと思うんで、もっとね、いろんなことやりたいですよね。ところで私のキャンプ隠れ家がこの辺にあるはずなんですけど、どこかな。さっきのホーレイさんでした。あ、ホーレイじゃないや、なんかなんて言いましたっけ。なんだかあのおじいさんがねキャンプを用意して待ってるはずなので、あ、ありましたね。ここはあれか、あくまで敵がいるだけか。そしたらこの馬じゃね戦えないですから。じゃあ無法者の始末をしろということで倒していきましょう。ここに一人と向こうにいるということで、物音ねちょっと立てないように始末しましょう。よしよし。じゃあまずね、一人始末できましたね。あ、もちろん全然ね、ドンパチで仕掛けてもいいんですけど、
次は向かい合ってる2人ということで、こればっかりはどうやってもバレちゃいますから、あの奥を歩いてる1人を仕留めましょう。巡回してる見張りですね。じゃあね、物音立てないように。バンダナとかは装備できないのかな？できなさそうですね。歩いていきますね。じゃあね、振り返られる前に。バレちゃった。まあいいでしょう。じゃあここからはね、よいしょ。なんかちょっとエイムがあんまり、マウス感度がちょっと高すぎますね。まず1人、2人、あと1人は上かな。足を止めましたね。オッケー。こうやって死体あたりもちゃんとやっていきましょうね。最初はとにかくお金がないんで、小銭でもね、何か役に立つでしょう。あ、なんか出てきましたね。地図を受け取るか始末するか悩みますよね。悩みますけど、私別に悪いことしたいわけじゃないので、地図をもらって逃がしてあげましょう。もう行っていいですよ。これ以上ね、後ろから撃ったらさすがに悪い人なのでやめちゃいましょう。ステージ。宝の地図を開け。うん、なんかここにね、お宝があるということでね、ちょっと調べておきましょうか。あ、ジュラさん、脳筋な自分にはプレイできなさそう。そんなことないと思いますよ。あの、私がね、今さっきわざとコソコソやりましたけど、全然普通にね、正面から攻めてドンパチやったっていいわけですから、本当にね、何でもできますから、そういう意味では十分楽しめるんじゃないかなと思いますから、ぜひね、興味があったらレッドデッドリデンプション2、遊んでみてくださいね。この火使えないかな？ダメかな？缶詰とか何か取れるものはないのかな？あ、リッターズ、これお薬ですね。体力の回復とかその辺ができたんだったかな。チーズ。あとは向こうになんか缶詰がありますね。野菜の缶詰が2つ。まあ、多分ここで漁れるのはこれくらいじゃないかな。うん、
いいでしょう。まだ鉄塔アイが使えないんでだいぶやりづらいんですけど、ここも別に何もないかな。よしよし。おっと、雷ですね。雨が降るのかな。地図を奪って殺すのかと思った。まさかそんなことしないですよ。ちゃんと逃がすって約束したんですから、それはね、約束たがえちゃダメですよ。まさかまさか私がそんなことするわけないじゃないですか。うん、やってみたいけど PUBG できる性能くらい。ああ、そうですね、あのライトじゃなくて無印の PUBG が動く程度の性能は欲しいかな。まあ見ての通り結構グラフィックのいいゲームなんでね、私のパソコン結構性能はいい方だと自負してるんですけど、それでもね、フルには動かしきれないですし、まあ見ての通りね、あのカメラをね、ちょっと使えないんで写真を撮らなくちゃいけないぐらいですから、そういう意味では結構性能は求められるものが大きいですね。まあとはいえそれはわからないというか、何とも言えないですから、ぜひね、あの一旦ちょっと、カタログスペック上ちょっと見ていただく方が間違いないと思いますから、ぜひね、ゲームスペック見てみてください。これは銀狐とかかな。そしたら宝探しということで、まあなんかいいぐらい使ってくださいねということなので。まあこの辺りなんかはストーリーモードでね、よくやった通りって感じだとは思いますけど。あそこですね。本日の配信はいかがでしたか？ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次の配信でお会いしましょうね。